宮廷学園2年日吉若し好きな言葉は下克上。今日は手に入れ初心者のために、初心者脱却の絶好の機会が来たので、どうすればいいか特別に教えてやろう。これさえやっておけばほぼ初心者の領域は抜け出せると言っても過言ではない。中級者、上級者に下克上するための第一歩であり、ランキングでいつもよりいい報酬が欲しいイベントが来た時に必要不可欠なことでもある。ある程度の経験者ならわかると思うが、これをやるかやらないかでかなり違う。それを今から教えてやるからよく聞いておけ。それはだな、今回のバレンタインイベント、必ずチョコの元を9万5900個取れ。それだけだ。なぜかって自分で考えろ。仕方ない、どういうことか説明してやろう。普段のポイント形式のイベントなら、100万ポイント稼げばランキングボーナスの SSR が1枚取れて、そこで固定の累計ポイント報酬は終了だ。100万ポイント取った時点でポイント報酬の SR が11枚、ランキング報酬の SSR が1枚取れている。だが今回のイベントはチョコの元9万5900個までで、SSR が11枚取れるように用意されている。今回で言うところの押したりさんの SSR だな。普段のポイント報酬の SR が11枚のところ、今回はそれが SSR で11枚取れるようになったということだな。SSR の限界突破10が作れるというわけだ。巷では貫突と呼ばれるやつだな。これがめちゃくちゃ価値が高い。ソロ版を使うまでもなくわかる。普通にプレイしていては滅多に手の届かない代物だ。それが今回9万5900個まで走れば、ランキングに一切左右されずに確実に手に入れられる。ここまで話したついでだ、 SSR の貫突の何がそんなにいいか教えてやろう。まずはシンプルに心技体が強いという点だ。カードの色にもよるが、初心者ならまず間違いなくオーダーに入れるべき強さだと思っていい。俺もテニラビを始めてそろそろ丸2年が経つが、普通に使っている。そして何より運が最強だ。これに尽きる。 SSR の貫突は運が45にまでなる。ちなみに SR の貫突では40だ。運が45のカードを手に入れられるのは今しかないというわけではないが、今が一番楽だというのは間違いない。この運45の SSR の貫突が今後のイベントでかなり使える。これを先頭に置くことでイベントメダルやらピースやらを集めるのがかなりはかどるという話だ。別に押したりさんが推しでなくとも好きでなくとも、これからのために取っておけ。一つだけ注意しておいてほしいのは、他の SSR の貫突よりは心技体が全然強くないということだ。そりゃそうだな。手に入れるための労力が違いすぎる。思ったよりは強くないなとなるかもしれないが、突1や突2とかよりは全然強いし、何より運45が最も大事なんだ。そこは気にするな。俺も SSR の貫突は緑と赤で1枚ずつ持っているが、今回も手に入れるつもりだ。みんな頑張ろうな。というわけで今回の話は以上だ。よかったらチャンネル登録をしてくれ。ん？チャンネル登録？何のことだ？まあいい、何のことだかよくわからないが、なぜだかチャンネル登録をお願いしなきゃいけない気がする。というわけだ。よろしく頼む。